こんにちは、整列のコーナーです。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします、お願いします。さあ、今回のテーマこちらです。空き巣でピカピカになって告白しますということで、伝えたい思いがありまして、この場をお借りして、告白させていただきました。ちょっと石川県の空き巣ファン女子がざわついてますよ。まあまあかもしれないですね。かもしれない、はい、そしてこの状況ですよ。すごい、これは確実に告白ですね、はい、そう、まあ、告白って僕言ってますから。一世一代の告白のため、金沢の最上級であろう技を持つ職人に足元から頭までピカピカにしていただきました。では行きましょう。ピカピカ空き巣で告白します。緊張です。まあ大事な人ですし、その相手がどういうこと、ああ大丈夫かな、頑張ります、頑張ります。頑張るんだね。今回お手伝いしてもらうのは靴磨き職人と髪顔磨きの職人たち、うん、まずは足元から靴をピカピカにしていただきます。歩き方もちょっと勇ましかった。やってきたのは金沢靴磨きシンフォニックウルフ。靴を磨かせれば金沢でトップクラスの輝きを見せてくれる靴磨き職人、愛賀さん、うん、例えばこちらの靴、カビも生え、お客さんはもう捨てようかと思っていたというほど、しかし愛賀さんの手にかかれば本当に生まれ変わりますね。ありがとうございます。今回お靴はカビ生えてたので、はい、一回カビ除去の作業をした後に、油分補給ですね、皮ってだんだん乾燥していくんで、そこにこう油分入れてあげると、割れたりするのを防げるので、ここまで生まれ変わるとなると本当に新しい人生が彼に生まれたんじゃないかっていうぐらいですね、そうですね、もう捨てようと思ってたんだけどっていう方は多いので、意外といけますよっていうのはお伝えしたいです。へー。実は靴には仕上げ方がいろいろあります。これが、ワックスかけてないのでメンテナンスで仕上げたぐらいの光沢感っていう感じですね。シーンとしてはどういう、ちょっとこう清楚な感じというか、ビジネスとかで言うとすごいお堅い職業の方とか、礼服着る機会とかだと華やかすぎない方がいい時もあったりするので、ちょっとマットな感じ。これよりもじゃあもっともっと今回はこうパーティーとかにも行けるようなドレス仕上げでいきましょう。パーティーに、うん、ほう。今回この僕の靴を光り輝く靴に仕上げていただきます。ドレスアップの前にはしっかりとメンテナンス、ブラシやクリームを使ってお手入れをしてくれます。愛賀さんは細かい傷も見逃しません。メンテナンスだけでも十分な仕上がりです、うん、綺麗になりますね。メンテナンスが終わったらここからワックスでドレスアップ。今日は僕も一つ挑戦。最初指でワックス塗っていきます。もう指で塗っていく、じわじわとこう塗り重ねていくような作業になりますね。量はこんな感じですね、ペロンペロンみたいな、こんぐらいですか。いい感じです、それを、こう塗り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 ここが一番光りたいんで、こういう順序で塗るイメージですね。下ら辺塗ってから上上がっていくみたいな。下ら辺から、はい、いきますね。なんか靴の表面をこう、同じ力で全体的に触れるような感覚が、ちょっと触ってると抵抗が出てくると思うんですよ。キュッキュッみたいな感触が、そこまで来てなかったらまだ塗り足してって大丈夫って感じですね。考えてる、抵抗最初塗ってる時ニュルニュルしてるじゃないですか、そのニュルニュルがだんだんなんかこうキュッキュッてなってくるんで、抵抗出てきたらあんま触んないみたいなのは。あ、なるほど。皮の上に乗ってるワックスとかを落としちゃうことがある。うわ難しい。あやさん、靴ってもしかして、はい、女子と一緒ですか。もちろんですよ。わちゃんと言うことを聞いてあげないと答えてもくれないですし。うわ分かっちゃいました僕も。
この短期間でそこに気づくのはさすがです。あ、本当ですか。何この2人、まあまあまあ、もうなんか女性と一緒みたいな。そして次は寝る気して磨き上げるんですが、この仕上げが驚きです。よく見てください、ここをちょっとワックスつけまして、うわうわすごい、突然光り出す、そうなの、こんな感じで仕上がって光沢が一気にね、テカテカ一気に増します、ね、こんなにこんなにすぐ今この相賀さんの手によって魔法がかけられてますよ。なんかちょっと黒の先の向こう側の色みたいな。あ、そうですね、皮が見えなくなるじゃないですか、そうね、漆黒みたいな感じ、それがやっぱ黒い靴はかっこいいですね。黒超えちゃってるもん、ね、黒が最後の色だと思ってました僕。その濃い色の最後、その先がありました。わかります。先、今度からそれ僕も使わせていただきます。どうぞ。仲いいな、楽しそうだな。黒の先の色、弱い、難しいんだ。まあでもちょっとなってきてますけどね。もちろん素人の僕が磨いても相賀さんのように光り輝くわけもなく、同じ靴同じ道具を使っているのにこの輝きの差、全然違う、何が当たりないんだこれは、片方だけ光っているのも恥ずかしいので相賀さんに仕上げをしてもらいました。やはり力加減、磨くスピードのテクニックの差、職人技ですね。さすがです。違いますね本当に、つま先つるんですねこれ。足元こんなにピカピカになりましたから、今日頑張ってきます。頑張ってください。あの、何があるんだ、かっこいい状態になったんで、靴が背中を押してくれると思います。ありがとうございます。本当にちょっと勇気出てきました。あ、よかったです。頑張ります。頑張ってください、はい、背中を押されるぐらいの、まあ第一印象大事ですから、相手の声をしっかりと聞いて心をグッとつかんだ。何言うてんねん。お、どこ行くんですか。いい歩き方、ピカピカの靴を履いて次に向かったのはヘアカットの原。極上のメニューで顔と頭をピカピカにしてもらいます。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。こちらプレミアムルーム用意してありますので、どうぞ。いい部屋、ね、プレミアムルーム、はい、あら、これはプレミアムですよ。すげえ、絵があります、絵が。本当だ。失礼します。あ、これ気持ちいいやつ、はいはいはい、おすごいすごい、ここまでする。アキセピカピカになって告白します。靴の次は顔と頭です。金沢市駅西本町にあるヘアカット野原、ここの最高級の専用ルームで極上の時間を味わいます。高級感のある椅子、いい座り心地、王様になった気分だ。リラックスしていただくためにスリッパ用意してあります。 ありがとうございます。じゃあ靴の方を抜いていただきます、すごい靴ピカピカですね。そうなんです、ありがとうございます。映り込みがすごいですよね。といい気分にしていただきながら、今回は髪のセット、顔のシェーピング、そして最新のヘッドスパをしていただきます、ヘアスタイルはデザインカットを得意とする野原さんにお任せです。じゃあこれから頭身浴していきます。頭身浴ですか、はい、新しい今最新のヘッドスパ。すごい、何それ、水が出てますよ、うわ、はい、炭酸水が出るんですけど、それが髪の汚れを取って、あと体がポカポカ温まって、すごいリラックス効果がすごい得られるっていう、初体験の頭身浴、頭の入浴です。気持ちいいな。なにこれ、なにこれ、すごい。うわ、気持ちよさそう。なにこれ。
頭をお湯につけることができるという非日常体験、血行促進やリラックス効果が期待できます。頭全体がなんかお湯に包まれてる感じで、はい、あとちょっとなんかマッサージされてるような感じがしますね。眠っちゃいました。いや起きてます起きてますよ。気持ちいいんだ。続いては顔のシェービング。野原さんは細かい毛も逃さず剃ってくれます。おでこはもちろん、まぶた、鼻筋、小鼻、さらに耳まで丁寧にシェービング。また眉毛カットに鼻毛カット、ぐっと清潔感もアップします。はい、じゃあお疲れ様です。お越しします。はい、おえあなんかなんかずっとだったそうなんですよ。すごい、え顔白くなったでしょ。うん、ワントーンアップして、ワントーンアップとかチュルチュルです。チュルチュルになってる。あえおでこツヤツヤ、卵卵卵になる前、そして卵、えなんかちょっと起きた感じがするね。見た目も触った感じもツルンツルンになりました。卵になった。ちょっとほらシュッとなった感じがする。わかります。本当ですね、シュッとなりましたね。シュッとしてる。男を磨く大人のヘアサロンとして野原さんは今までにない利用室を目指しています。顔剃りとかかなりこう丁寧にやっていただいて、男性もちゃんとお顔剃りをすればすごい顔がはっきりと、あの特にビジネスマンの方なんかは、そういう方はやっぱり顔もしっかり綺麗にされるとビジネス上もなんかうまくいくんじゃないかな。なるほどね、うん、もっともっと男性もこだわっていった方が、うん、こだわっていただいた方がいいんじゃないかなと思いますね。うん、しっかり告白成功できるようにセットしておきますので、みんな後押ししてくれてる。頑張ってください。はい、はい、頑張ります。準備は整いました。この後いよいよ告白です。なんかすごいすごいツヤツヤになってる。あ普通紐縛って、あジャケットもかっこよく羽織って、うん、スーツね、やっぱりね。どこ行くの相手の女性は誰はい、ということで告白は後ほどでございます。まあ、この女性はねちょっと見えちゃってますね。もう皆まで言うなと、皆まで言うなという顔でございます。まあまあ一体誰なんでしょうか、誰なんでしょうか、はい、いう気になるところではありますけれども、後ほど告白します。はい、まずはですね、靴をピカピカにしていただきました。相賀さんの職人技もう見違えましたね。本当ですね、こう拭いた瞬間にキュッと一気に輝きを放つと、うん、で難しいんですよこれ。僕もさせてもらいましたけれどもね、やっぱ一緒にはならないんだね、やっぱりね。ならないです。これがプロですね。はい、まあ、あの磨き方ももちろんですけど、塗る段階でやっぱり圧倒的に僕と相賀さんかなり差が出ていたようなんです。黒の向こう側ですね。はい、で使うシーンによって磨き方も変えているということなんだそうです。そして理容室ヘアカット野原でヘッドスパ顔剃りしていただきました。初体験で本当にびっくりしましたけれども、うん、特にヘッドスパですね、最新のヘッドスパしていただきました。こう頭が本当にこうお風呂に入っているように、まさに頭身浴という感じ。ちょうどあのおでこのところにダーッとお湯がかけ続けられるなんて普通ないからね。そうなんですよ、本当に新感覚、もう寝てしまいそうな感じがしました。やっぱ女の人ってお化粧品とかすごいお金かかるなと思うけど、うん、男の人もかけようと思ったらこうやってきちんとね、そうやっぱ素敵になるんだね、うんうん、本当に大切ですか、うん、こだわっていくことできるなと思いました、ね。ちなみにヘアカット野原は、男性専用です。勝負事の前などにぜひ行っていただきたいと思います。さあ私役生後半します。あ告白します。後半します、告白します緊張してるんです告白します。番組最後です、どうぞお付き合いください。まあ今日告白するわけですけど、まあ大事な人ですし、うん、気になる大事な人です。頑張ります。頑張って頑張ります。ピカピカにして、いやいやいや、すごいな、かっこいいですね。
エレベーターに乗る。かっこいい。どこ行くの？あ、すごい。どこのビルにいるのこれ。何なんか素敵な、これ本当何この映像、あ、マスク綺麗な顔、綺麗な顔、綺麗な秋生さん、ん私、秋生海人、この春でリフレッシュを卒業しニュースの現場に挑戦します。なんと、なるほど。番組を担当して4年、 MC になって2年、さまざまなことを経験させてもらいました。この春からはこちら県庁19階展望ロビーから見える県内各地走り回って最新のニュース皆さんに分かりやすく伝えられるように努めてまいります。なんかかっこいい。これからも、秋生海人、そして石川テレビをどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで私、来週3月31日をもってリフレッシュを卒業することになりました。はい、すいません、いろいろ煽って煽って告白これでした。女性ではないんですね。いや、女性ではない。いや、でもなんかかっこよかったね。なんか最後ちょっとかっこよかったですね。ピシッとして、いや、今後はなんかニュースとかやっぱ固いものとかね。そう、結構こんなもうギャグとかも聞けなくなるんですよね。そうですね、ちょっと今日みたいな VTR はなかなかちょっとないかもしれないですけれども、浜辺美波さんが次主演決まったらどうするんですか。いやいや、その際はですね、前回稲垣さんインタビュー言ってたんですけど、僕が行くかなと。そこわかんない。その戦いからちょっと見せてもらってもいいですか。いやいや、そこで、いやいや、稲垣さんと争いが、争いからではないんですけど、まあ、今後はフィールドキャスターとして現場から伝えたり、まあ、現場で感じたこととかを自分の言葉で分かりやすく伝えられるようになれればなというふうに思っておりますので、はい、引き続きどうぞニュースの方も、そしてリフレッシュも番組は続きますし、僕は会社辞めませんので、どうぞよろしくお願いいたします。そして、来週31日まではそうですね、僕担当してますので、はい、まだまだ頑張っていきます。いや、でもなんか若い世代がまたこうニュースに触れるっていうから、こう若い視聴者がね、分かりやすくなるっていうところも、そうですね、若者の目線で、はい、ね、ありがとうございます。つるつるっとして今後も頑張ってください。はい、ありがとうございます。